前回のあらすじ。あと、前々回のあらすじも。友達の向こうとスカイダイビングをしに行こうとしていた私たちは、誰かに押されて線路に落ちてそのまま行方不明に。それを目撃していたスナイパーのマリサさんと向こうがこの件について調査してくれました。駅のカメラを見たり、警察署で過去の失踪事件について調べたり、市役所や商店街で聞き取りをしたり、図書館で調べ物をしたんだよね。情報を整理するとこんな感じです。整理するっていうかこれから調べるとこって感じですけどね。それじゃあガバガバなまとめも終わったところで、果たして私を二人は救えるのかってことで、本編が始まるよ。次にどうしましょう。早めに美穂を助けなきゃいけないことは分かりましたが、異世界にいるっぽいんですよね。鍵はどうやらあの犯人が持っていて黒い球体っぽいんですよね。とりあえずありそうなのは神社ですかね。それと前に転移した人の情報も欲しいですよね。じゃあカム神社から行きますか。探索者たちはアカム神社にたどり着く。八尾飛魂神を建てまつってる神社。特別何か変わった点はなく、本殿と離れの建物が建てられている。学用成就の神様である八尾飛魂神にお参りとお賽銭を行える。本殿には巫女がおり、話を聞くことができる。いや、それは APP によるけどな。なんでさも選ぶ側って感じなの？超絶美人な巫女さんがいました。なんか興奮してきたな。サンドイッチマンじゃないんだから。一旦結婚するか。せめてシナリオが終わってからにしろ。いいのかい？マリモコは？各中。それでどうかなさいましたか？何聞く？今ある疑問のうち神社で聞けそうなのはアカム衣類婚姻誕について、あとは黒い球体についても一応聞いておくか。まあ聞く分にはただだもんな。というわけで、私この町の伝承などについて調べておりまして、少しお話を聞いてもよろしいですか？外国の方が日本の伝承について調べていらっしゃるんですね。こいつフィンランド人だったわ。私の知っている範囲のお話になりますが、それでもよろしければ。一旦結婚するか。話が進まん。それはおそらく書物資料秘宝に出てくる呪具のことだと思います。この世と異なる空間に住まう妖魔を封じ込め、その妖魔の力で空間を旅するものであったと伝えられています。この呪具を取り扱う場合、球体の内側から妖魔が出てこないように外側から力強く押さえつける必要があるとされています。もしも妖魔が飛び出してしまった場合、妖魔の再封印のために使用者の精神力が食われると言い伝えられています。めっちゃ重要な情報だった。ちなみにその最初に出てきた資料秘宝っていうのは、もともとは海外の書物で、それが日本語訳されたものみたいです。海外での呼び名までは知らないのですが、江戸時代には日本に来ていたそうです。本自体にも妖力があると言われています。今本は確かアカム大学に寄贈されていたと思います。なので一般の人が読むのは少し難しいかもしれません。貴重な話をありがとうございました。いえいえ、お役に立てたなら嬉しいです。また何かありましたら気軽にお声かけください。結婚しよう。黙れ。それにしても結構重要な情報が手に入ったな。距離的に一旦大学に行って資料秘宝について調査しておくか。それでいいと思う。探索者たちは手にした情報をもとに大学へとその足を向けるのであった。大学に到着した探索者たち、大学は騒がしく何か起きたような様子であった。何があったか聞き込んでみましょうか。すみません。なんだい？騒がしいみたいだけど何かあったんですか？せっかくですし交渉技能をお願いします。ああ、盗難事件が起きたみたいなんだ。どうやら図書館の奥の書庫が荒らされていたらしい。司書の許可がなければ入れない場所さ。書庫は結構古い書物とか歴史的価値のある文献とかがあってさ、盗んで一体どうするつもりなのかは知らないけど、結構足がつきやすいと思うんだけどな。教えてくれてありがとう。これってそういうことだよな。時期的に見ても絶対そうだろうな。資料秘宝が盗まれたんだろきっと。つまり犯人のあの老人は本で何か魔術的なことを見本にしようとしてる。あとは前の被害者の家だけか。ここでは情報これ以上拾えなさそうだし、時間もない。早速移動だ。次はどこ行きますか？ウイケだな。わかりました。ごくごく普通の古めの一軒家。家主はいないらしく、明かりがついていない。また鍵が閉まっている。ちなみに侵入はできそう？窓を破壊することはできます。よし。何がよし？ライフルで殴って窓を割ります。え？マジで？時間がないね、仕方ないね。中は一般的な日本家屋といった様相である。
一つ異なる点を挙げるとすれば、室内が非常に片付いていない。探索者たちは家を探索するうちに一箇所、比較的片付いた部屋を発見する。その部屋は和室であり、ノートや紙が置かれていた。目星をお願いします。成功したマリサさんは部屋の隅が石膏などで埋められていることに気がつきますね。角が埋められているね。そういえば時空乱流とか青い怪物の話とかあったな。絶対あいつだな。机の紙の内容を理解するには物理学のロール、ノートの内容は日本語を振る必要がありますね。私、日本語、無理。ってわけで物理学にかけるぜ。 1% だけどな。惜しかったわ、うん。ポジティブがすごいな。マリサさんは当然紙の内容を理解することはできませんでした。もう少しだったけどね。ポジティブっていうより負け惜しみだわこれ。ノートは日記帳で様々なことが書かれています。内容の要約を出しておきますね。ウィ傭兵が今回の事件の犯人。状況証拠がそう言ってるな。つまり遺言を美穂と神の間でさせて子供の力を奪おうとしてるって話だな。これからの動きとしては神の場所に行く必要があるね。神は黒い球体で願えば行けるって感じだな。あとは出発点の時空のほころびが強い場所に行かなきゃだけど。わかった。ほこらだよほこら。おばあさんが言ってたんだよ、子供がいなくなったって。これが時空乱流ってことだ。時空間のほころびがあるって意味だったんだ。確かに筋が通るな。どっちにしろほこらに行く必要がありそうだ。移動だな。神を祀る小規模な殿社が、建物と建物の間にある小道を進んだ先に、こじんまりと立っている。切妻屋根を備え、厨子に見られる観音開きの戸がついている。場所柄か、または非常に小規模の社であるため、神職は常駐していない。まずは黒い球体があるかを探しましょう。木工さんは石碑を発見する。石碑には時の歪み、その中心部にて影を鎖と書かれている。そしてその石碑のある祠の御神体としてあるものが飾られている。黒い球体だ。そろそろ勇気を試す必要がある場面みたいですね。いいんですか？こう言ってはなんですけど、あなたは他人だ。命を懸ける必要はないと思いますが。美しい女性を一人救う、命を懸けるに十分な理由です。乗りかかった船ですしね。ありがとうございます。それじゃあ行きますか。探索者たちは願う、神の場所へと向かうことを。それじゃあ行きますか。ようこそ、旅人。あなたは？夢見る人。旅人を案内せしものである。ここは？時。存在しているものが存在し、存在しない。同時なのだ。旅人に問う。何を求めて？友人を助けに。門をくぐるといい。道を作る。対価は、四季だ。これは？あれは美穂さんでしょう。連れて帰らないと。ロールは精神分析です。場合によってはボーナスがあります。私が説得する。ボーナスは？成功すれば30で。そっちに行っちゃダメだ。頼む、戻ってきてくれ。スカイダイビング、約束しただろ。スカイダイビング、約束したね。帰ろう、帰ろうね。探索者たちは黒い球体に祈る。あの門を通ったら出口だな。帰ったらスカイダイビング行こうね。どんだけ行きたいんだよ。私も帰る、か。ふと、後ろを振り返った私は目撃する。あらゆる知識、記憶、記録が燃えていく。強烈なものが脳を支配する。なあ、本当に飛ぶのか？ここまで来ていってるんです？
いや、だって、ほら、高いし。ほら、行こう。